加藤貞吉昭和2年9月5日は、明治から大正期の日本の海軍軍人。実刑の加藤康久は、陸軍少将。養子し、体育には、ではしげの実施。第一次世界大戦において、第二艦隊司令長官として、陳太夫封鎖作戦を指揮した海軍大将である。戦後訓行により、弾尺を受釈ジュニー。 君一等旭日等下大樹賞校二級。東京出身。幕臣、加藤康志吉の三男に生まれる。沼津兵学校附属小学校に学び。明治16年10月、海軍兵学校10期を27人中主席で卒業。同期に、山下玄太郎大将。縄又八郎大将がいる。初任地は長浦水雷栄。早くじら、高千穂。 比叡で実地を積み、水雷を専門とする。明治22年より、会長官もない佐世保陳寿府で、赤松時長長官の伝令士を務め、軍政官の第一歩を踏み出す。明治24年7月より、明治26年3月まで、高尾水雷長、砲術長として、会場勤務に戻るが、ドイツに留学する、伏見宮広安王の随員に選ばれ、ドイツに出張する。 このため日清戦争には参加せず、戦後に帰国する。帰国後は、五福島水雷町、常備艦隊参謀を歴任。明治30年8月、西郷津道海軍大臣の秘書官となる。西郷から信頼され、元水となると継続してその副官を務め、一年半に渡り、側近として修行した。この間に中佐まで昇進する。 明治31年12月より、明治344月まで会場勤務となり、秋津島、笠木、八雲の副長を歴任。八雲はドイツで建造されたため、受領のために二度目のドイツ出張となっている。明治34年4月より2年間、軍令部副官を務める。当時の軍令部長は、伊藤助行大将。同時に1年間、 西号原水副官に復帰している。最後、伊藤の寵愛を受け、加藤の地位は万弱のものとなっていく。仕事柄、政界財界人の接待を任されることが多く、客人を資質に招いては、艦隊配置図を見せつつ、海外の勢力分析を交え、海軍拡張を訴えた。有能な軍政官であるとみなされ、陸軍で頭角を表しつつあった。 田中義一に対抗できる唯一の海軍軍人とも言われたが、現場指揮官へ借り出されたため、軍政官として手腕を発揮する機会を得られなかった。明治35年10月、大祭昇進。明治36年4月より、再度会場勤務。秋津島艦長、橋立艦長として、日露戦争に参加。2009となった橋立では、存分に活躍できなかったが、 明治38年1月の移動で、カスが艦長に抜擢され、日本海海戦に参加した。戦後も人事局局員を10ヶ月務めたほかは、会場勤務で、出雲、鹿島、岩見と主力艦の艦長を歴任した。明治41年5月、舞鶴鎮守府参謀長。少々昇進後も舞鶴交渉長として3年に、渡り舞鶴の養殖を歴任した。 明治44年3月、練習艦隊司令官に任じられる。アメリカ歴法コースで、太平洋戦争時に、長官、司令官級の38機を指導した。持ち前の面倒見の良さで絶大な人気を得た。明治45年4月、佐世保高省庁。大正元年12月、横須賀高省庁を立て続けに歴任。省庁就任と同時に、中将へ昇進した。 大正2年12月、攻撃型の第二艦隊司令長官に任じられる。任期中に第一次世界大戦が勃発し、第二艦隊は、チンタオ攻略作戦に赴いた。霊下の老朽戦艦を駆使し、チンタオに激烈な艦砲射撃を仕掛け、筆測するドイツ極東艦隊を撃退した。このためチンタオ攻略は完遂できたが、一方で取り逃がした。 極東艦隊の追撃が必要となり、太平洋各地に多数の死体を派遣せざるを得なくなった。大正4年2月、海軍教育本部長に就任。有能な軍政官と期待されていた加藤にとって、唯一の軍政参加の機会であった。とはいえ、公認の有馬義吉が推進した、教育本部の権限強化のような革新的な活動は行っていない。大正五年七月、 男爵、高二級。同年十二月、クレチンジュフ司令長官に就任。三年の長期にわたり、クレチン長官を務めた。大正七年七月二日、皇族の東伏見宮より人新郎、八代六郎、名はまた八郎、山下玄太郎、村上角一と共に大将へ昇進した。しかしついに軍政官としての手腕を発揮する機会を得られないまま、 膨大な海上勤務の業績を手土産に海軍を去る。大正八年十二月、軍事参議官。大正十二年三月三十一日、予備役編入。軍事参議官時代は、海軍の合意見番として、海軍軍事にや政治家から意見を求められることも多かった。豊富な法術、水雷の経験則に基づく意見が多く、当時勃興していた航空機に対しては、 会議的であった。このため、戦艦が航空機によって損害を受けることは断じてあり得ないとする大環境法主義のルーツとみなされた。また、国運をかけて臨んだワシントン軍縮会議には断固反対の意思を表明し、反対派を煽る発言も多数あった。岡田圭介は現職の加藤幹事と合わせてお調子者の両加藤と揶揄している。昭和2年9月、 伏見宮との面談中に倒れ、同月5日、65歳で没。葬儀は海軍葬であった。ありがとうございます。